前回のカツクラ、いろんな人から借りて借りて借りまくって、あ、ちなみに現実世界でも母さん初めてのローンとかしちゃったんだけど、この前ね、うん、頑張って返済しようと思ってる。うん、まあその話は置いといて、このワールドのメンバーに恩返しだ。いや、まず借りたものを返して、恩を返す。ダークオークを気持ちよく採掘して、そして鉄鉱石、多分これでみんな笑顔になったはず。さて今日は綺麗にするか。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。綺麗さっぱりということで、なんで唐揚げくん、おお、マインクラフトカップ今年初めて出るんですけど、なんかこういうのあったらいいとかありますかと。やっぱね、うまいうまくないとかそこら辺もあると思うけども、やっぱ決定的な差っていうのが、どんだけ時間をかけれたかみたいな。やっぱね、すげえいいやついいんだよね、壮大でさね。ほんで今回のテーマね、もういろいろございますので、テーマに関してもしっかりとね、SDGs 時代の未来の街ということでね、どういう風な工夫をされるのかね、まあそういったところもすごい見どころポイントだと思いますので、頑張ってください。うわー、見てみてーなー作品。あ、ほんで今日はね、もう自分もいい建築最近心がけてますんでね、こちらをね、ちょっとよりかっちょいいものにしていこうかと思います。まずはちょっと整理整頓だけしとくね。これちょっとくちゃくちゃだわ。そんで本日はここだよね。下の方にもこのチェストの箱があったりとか、なんかいろいろ工夫しにゃいかんことがいっぱいある。そんなわけで早速いきますか。ここら辺も階段をね、ちょっと作ってかんやいかん。え、湧いてる、おりゃ。ちょっと待って、スーパーカズビジョン、ポイン。あー、やっぱりだ、やっぱりだ。これオッケーだ、オッケー、カズビジョンオッケー。まったくもう、くるりーん、今日もよくできました。こっから上がる術とか、そうだね、いろいろ考えないといけないな。まずここに床とかね、そういったのつけていきたいなって思ってるから。ではちょっと下の分の通路もね、一部作らないといけないこともあるので、高等技術、このラインだ。 OK。どちらからでもね、アクセスができるように。いいね、いいね。うな、じゃんじゃん作っていきましょう。とりあえずラインは作ることができたかな、これで。いいんじゃないのこれ。あ、ほんでここからも真ん中だけ、おお、なんか湧いてる湧いてる湧いてるわ。引くー、こんなんでいいか。やいいいいね、ギリギリ。あ、いいね、いいね、いいね君。逆にこっちは、おお、いいね君。ポンポンポン、よーし、下とのこの道も出来上がってきた。いい感じだ。ほいで次は回路さん隠しだな。どう隠そう。ここからこうね、こうね、こうね。うんうんうん。いや、なんかこれはこれでかっこいい、かっこいいな。なんか思った以上にかっこよかったんで、
ガラスでね、あの中身見えるようにしておきます。でここからすぐ中に入って調整ができると、中央の方からね。よし、いい感じいい感じ。ほんで今やっぱ黒生えると、ね、かっこよくなるんで、いっぱいいっぱいあるんですよね。黒ブロックがいっぱいあるんで、この道の脇はね黒ブロックでやると閉まります。ではちょうどこの黒釜ね、この釜も黒色してるからさ、迷ったら黒ブロックやっとけば何とかなんだよ。この前からなんとかなんだってこれ。いい感じになりつつあるぞ。ちゃんとね、脇潰すようにね、おいで隠す。カズクラ、OK だ。あとはちょっとここら辺を崩して、ね、崩していこうと思う。難しかったのでやめよう。無理はしちゃダメだ、この方ダメだダメだ。はい、壊していきます。そうこんでいいんだよ、これで。あとはチュルチュローと削るだけで完成でございます。来たな、ロケットの音が聞こえる。来た、タイタイマンがディスコード。おはようございます。来た、おはようございます。おはようございます。え、オールしてるの？オール。いや、そうなんですよね。今日はたまたま。オール？どうしたのよ。いや、ちょっと彼女を送ってそのままマイクラしてます。どうしたのよ、今削り作業してるから。よかったら、はい、もうでももうちょいで終わるで、こんなもん。カズクラ、削り作業、この土全部剥がすだけ。全部剥がしちゃうんですか？もう剥がせばいい、これ。土剥がし。もうこの草ブロックのところ全部ですか？もう全部。わかりました。草ブロック全部。タイタイさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます、タイタイさん、ありがとうございます。また呼んでください、この時間にいたらぜひ。ちょっと待ってね、はい、最近待って、下だけちょっと脇つぶしよ。ちょっと待って、手伝ってよ、あれ。はい、うーわ、やばいじゃんこれ。下ちょっと手伝ってよ、あれ。わー、
べえ、これ分け口はまだできてない。あ、やべえ、あーあーやっべえやっべえ気をつけろって。多分まあ大丈夫だと思う。アイテム大丈夫だと思うんだけど。やっちゃったー。イベントもいる。大変だ。こんなにゾンビに追われたのにした。うわ、めっちゃタイタイのすげえ装備来てるで、このゾンビ集団。フル装備、フル装備、フル装備落ちたわ今。それはまずい。あー、エリトラあった、エリトラあった。取れた取れた取れた。ありがとうございます、ありがとうございます。よしよし、これで今で平和になったかな。ちょっと待って、カズビジョンで、ちょっとカズビジョンお願いします。ちょっとチェックするわ。あぶねえ。カズさん、いや、嫌で大変な、矢の刺さってる量がえげつないんだって。朝からハードですね、カズさん。いや、ほんとそれ。よし、今でいいかな。はい、オッケーです。オッケーです。やったー。わー、綺麗になった上も。よかったです。いやいやいや、綺麗になったわ。おかげ、先生、ありがとうございます。いえいえいえ、ちょっとすいません。ありがとうございます。使えなくて。次、もう。はい、まあ、というわけで、本日、こんなところで終わりたいなと思います。タイタイさん、また今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。